イタリア・ミラノにあるスカラザ。1778年に完成したこの歌劇場は世界で最も有名である。オペラは演劇と音楽によって構成される舞台芸術である。歌劇とも呼ばれる。オペラは舞台上で衣装をつけた出演者が演技を行う点で演劇と共通しているがセリフだけではなく大半の部分が 歌手による歌唱で進められることを特徴とする。歌手は、気楽合奏により伴奏されつつ歌い演じる。伴奏は、多くの場合公共楽団規模の編成に及ぶ。初期ロマン派までのオペラでは、歌唱には二つの様式がある。一つは、レチタティーボで、会話を表現するものであり、普通の朗読に近い抑揚で歌われる。もう一つは、ソロで歌われるアリアや、 複数の歌手が歌う重唱あるいは大勢で歌う合唱で、通常の歌唱である。これらの様式は皆伴奏を伴う。レチタティーボは、古典派の時代まではチェンバロのみで伴奏される、レチタティーボセッコと、還元楽伴奏によるレチタティーボはコンパニアートがあり、前者は、会話的な抑揚で語るように歌う。後者は、直後のアリアや、 重症の導入として置かれることが多い。ロマン派時代のオペラではレチタティーボセッコはほとんど見られなくなった。アリアは主に登場人物の感情を表現するもので、古典的なオペラではアリアを歌うまはドラマの進行が静止することもあるが、時代が下るにつれてアリアでも登場人物の感情の推移を通じてドラマを進めるようになった。アリアは おおむね大規模なもので、主要な登場人物について割り当てられる。より小規模なものは両素、カンソネッタ、ロマンサなどと、歌の性格によって呼ぶこともある。役柄同士の対話は重傷で行われ、群衆などが登場する場面では合唱も加わることがある。特に各幕の終曲では、ほとんどの登場人物による重症や合唱で構成される場合がある。 これらの独唱、重唱、合唱について古典的なオペラでは、各々が独立して作曲されており、一連番号が付けられていたことから、ナンバーオペラと呼ばれ、各ナンバーの間は前述したレチタティーボによって繋がれる。各曲が独立しているため、上演時の都合により、ナンバー単位で省略されたり、作品の作曲家または、 別の作曲家により、大体あるいは挿入用のアリアが加えられたりすることもあった。しかしロマン派の半ば以降にはナンバーによる分割が廃され、各幕を通して作曲されるようになった。また、アリアとレチタティーボも明確には区別されなくなっていった。ジング・シュピール、オペラ・コミック、オペレッタ、サルスエラなどの様式では、 レチタティボセッコでなくセリフを用いて劇が進められる。歌手、および、歌手の演ずる役柄は、それぞれの音高で分類される。男性歌手は、声域が低い順にバス、バスバリトン、バリトン、テノール、カウンターテノールに、女性歌手は、声域が低い順にあるとまたは、コントラルト、メゾソプラノ、ソプラノに分類される。また、歌手の声の質も、 役柄との関係が深く、性質によって歌えたり歌えなかったりする役柄は多い。例えば、ベッリーニの、ノルマの代名役、バーグナーの、ニーベルングの指輪の、ボータンやブリューンヒルで、ベルディの、オテロや、ファルスタッフの代名役の良い歌所を見出すのはいつでも難しいとされる。オペラは、他の多くの芸術形態から成立している。基本は音楽であるが、 歌とセリフがついて演じられることから演劇の要素も持つ。また、上演する上で重要な要素と考えられる視覚的な舞台効果を得るため絵画の要素も用いられている。こうした理由でリヒャルトバーグナーはこのジャンルを総合芸術と呼んだ。オペラという単語はイタリア語で仕事、作品を意味し、この語自体は同じ意味のラテン語。 オーバスの複数形主格オペラに由来する。今日、オペラは単独で歌唱によって進行される演劇、または楽曲作品を意味するが、元来はオペラムジカーレと呼んだものの省略から、この語義が生じた。ルネサンス後期の16世紀末、フィレンツェで古代ギリシャの演劇を復興しようという動きが始まった。 ギリシャ悲劇を模範に歌うようなセリフを用いる劇が考えられた。今日、オペラとみなされる、知られる限り最古の作品は、1597年頃のヤコッポ・ペーリによるダフネであるが、作品は現存しない。後のペーリの作品である、エウリディーチェは1600年以降に作曲されたもので、今日に残る、最初のオペラ作品である。 ペイリはしばしばオペラの発明者であると考えられているが、今日でも上演される最古のオペラは1607年にマントバで初演されたクラウディオ・モンテベルディ作曲のオルフェオである。この作品では先駆者の様式に従いながらも、調整や強弱の変化による緊張感を高めた、より劇的な表現が見られる。 モンテベルディは後に、ベネツィアのサンマルコ聖堂で学長の地位を得て、同地に新設された、専用のオペラ劇場のために優れた作品を生み出す。この時期には、イタリア各地で、オペラが上演されるようになり、18世紀にかけて、ナポリで流星を極めた。様式は、老称だけでなく、歌謡的なアリアの比重が高まり、伴奏の規模も拡大して、より充実した。 音響効果が見られるようになる。衣装や舞台装置も徐々に複雑できらびやかなものとなり、オペラ劇場は王公貴族や富裕な市民の社交と娯楽の場としても発展した。もともとギリシャ悲劇の再来を目指した当時のオペラは後にオペラセリアと呼ばれるようになる。題材はやはりギリシャ神話に求められることが多いが、ローマ時代などの人物を扱ったものも見られる。 対立するオペラブッファは喜劇であるが、セリアは悲劇とは限らない。ハッピーエンドのものも含まれており、そうした流れは後年のトゥーランドットなどへ引き継がれている。これに対し、もっと接続的な内容の作品がオペラブッファである。もともとは三幕もののセリアの幕愛劇として演じられたコメディが独立し、規模拡大したものである。 初期の幕愛劇で今日まで残るものとして、ペルゴレージの奥様女中がある。18世紀には独立されたジャンルとして発展し、パイジエロ、チマローザ、サリエリなどが多数の作品を残した。中でも、モーツァルトガダ、ポンテの台本に作曲した、フィガロの結婚、ドンジョバンニ、コジファントゥッテが有名である。 18世紀前半のバロック時代後期のオペラには、ドイツ出身で、イギリスで活躍した、ヘンデルや、フランスのラモーなどに優れた作品があったものの、本場イタリアでは、カストラートをはじめとした、人気歌手たちの声と技巧をひけらかすことを第一の目的とし、筋の方は、尻滅裂で珍妙なものも増え、劇としては堕落の様相を呈する傾向があった。また、 バロックオペラのスタイルも誕生から百数十年が経ち、制度疲労と硬直化を見せるようになった。そうした状況の中、18世紀後半に古典派音楽の台頭と共に登場したのが、ドイツ出身のグルックである。彼は、歌手のために、オペラがあるのではなく、オペラのために歌手が奉仕するような、あくまで作品とドラマの進行を第一とするような、 方向にオペラを再び立ち返らせ、ドラマの進行を妨げる余計な要素を一切排したスタイルのオペラを描いた。当初はオーストリアのウィーンで後期はパリで活躍するが当然のことながら九州派と激しく衝突し、ことにパリでの争いは歴史的にも有名である。改革されたオペラの第一作は ウィーン時代の1762年に初演された、オルフェオとエウリディチェであった。パリ時代の作品には、オーリードのイフィジェニー、包囲されたシテール、アルセスト、エコートナルシス、トーリードのイフィジェニーなどがある。グルックのオペラ改革は、後の時代に大きな影響を与えた。何世紀もの間、イタリアオペラが、正統派オペラの形式であり、多くのオペラは、 作曲者が主に英語やドイツ語を話していたとしても、イタリア語の台本に作曲された。18世紀においてもなお、イタリア音楽こそが最高のものであるという認識が残っており、どこの宮廷でもイタリア人音楽家をこぞって重用した。その一方で、京名を残す多くのドイツ人作曲家が登場したが、例えばグルックはイタリア語、フランス語のオペラは書いたが、 ドイツ語のオペラ作品は書いていない。またヘンデルは多くのオペラを書いたが、ドイツ語のオペラは一曲のみである。ドイツの宗教的、国民的寄付が、快楽主義的なオペラという形式自体を嫌った、側面もある。19世紀に入り、ようやく、ドイツ圏のオペラはドイツ語で書かれる形が定着した、ものの、前世紀のバッハに続いて、ブラームス、ブルックナー、 マーラーと一切オペラを残さなかった大作曲家が少なくない。一応オペラは残しているが、今日ではほとんど上演されないドイツ系作曲家となると、シューベルト、ディスト、シューマン、メンデルスゾーンがこれに加わる。最初の重要なドイツ語のオペラは、時代を遡ること17世紀前半、シュッツのダフネと目されているが、楽譜は現在では失われてしまっている。 17世紀後半になると、ドイツ五県各地に宮廷劇場ができるが、1678年に30年戦争の影響の少なかったハンブルクに公開オペラハウスが建設されると、ドイツ人作曲家によるドイツ語オペラが数多く上演されるようになる。ここで活躍した作曲家にはタイレ、クッサー、カイザー、マッテゾンなどがいるが、特に有名なのは、 テレマンであろう。彼は18世紀前半に多くのドイツ語オペラを書き、それらは大いに人気を博した。18世紀の後半になると、フランスのオペラコミックやイギリスのバラッドオペラの影響を受け、悲劇的な内容を持ち、レチタティーボの代わりに、セリフの語りを持ったジングシピールが生まれる。この様式は、ヒラーによって完成され、その後ハイドンやディッタースドルフによって、 より音楽的に充実したものとなった。ドイツ語オペラにおける次の重要な作曲家は、モーツァルトである。中でも、死の年に書かれた、魔敵は、ジング・シュピールの様式による非常に優れた作品である。それまでのジング・シュピールがセリフによる劇の進行の、ところどころに歌を配した、文字通りの歌芝居である傾向が強いのに対し、モーツァルトが、 ウィーン時代の初期に作曲した、高級からの誘拐は、すでに堂々たるオペラになっている。伝えられる逸話によれば、上演に接した新生ローマ皇帝ヨーゼフ2世は、モーツァルトに対し、音符が少々多いと感想を述べたところ、彼は、音符はまさに必要なだけございますと答えたという。真偽はともかく、 このジャンルに対する一般の認識と作曲者の対抗心が対比されており興味深い。そのモーツァルトも残した作品の比率としてはイタリア語作品が多くを占めるが、様式的にもイタリアオペラの伝統とは異質なこともあり、また生まれたザルツブルクも後年活躍したウィーンも当時のドイツ国民の神聖ローマ帝国であり、モーツァルト本人も自らを ドイツ人であると認識しているなど、今日ではこれらも、ドイツオペラの枠で論じられることが多い。ドン・ジョ・バンニは初演後100年間で、ドイツ圏での上演6600回に対し、イタリアでの上演は200回弱に過ぎず、コジファントッテに至っては1816年から126年間、フィガロの結婚も1815年から20世紀まで。 総本山ミラノスカラザで一度も上演が行われないなど、イタリア人はこれらの自国語作品をほとんど受け入れようとはせず、影響も受けなかった。さすがに現代においては、これほど極端な拒絶は行われていないが、それでもこれらの作品は、イタリア人よりは、ドイツ圏の歌手や指揮者が得意とする伝統が残っている。戦後しばらくのミラノスカラザも、これらの作品を、 ワーグナー作品などと共に、ドイツオペラ主任として迎えたカラヤンに任せていた。ドイツ語オペラの流れは、19世紀に入って、ベートーベイのピデリオを生むが、真にドイツオペラをオペラ界の主要ジャンルとして確立させたのは、ベーバーで、オベロンやマダンのいてといった作品は、ETA ・ホフマン、シュポーアやマルシュナーの作品と共に、イタリアのセリアともブッファとも異なる、 ロマンティックオペラの特質を表しており、これはやがて、バーグナーの楽劇へと至ることになる。一方、ロルジングやフロトーラはフランスで、さらに発展した、オペラコミックを、ジングシュピールの伝統と融合させた、ドイツ式、オペラコミックを作り上げた。また同じく、フランスで生まれたオペレッタは、ウィーンで、大衆的な支持を得て発展した。一方で、バーグナーの登場もあり、 ドイツ語圏のオペラは、高難両面で急速に交流していく。20世紀にかけては、リヒャルト・シュトラウスがその流れを集大成し、アルバン・ベルクが現代音楽としてのドイツオペラを、樹立した。これらの作家は、バーグナー、初期のシュトラウス、ベルクを除くと、悲劇好みのイタリアとは異なって、鍋喜劇や、ハッピーエンド作品を試行しているのが、 モーツァルト以来のドイツオペラの大きな特徴である。また、ファンタスティックな要素への傾斜も強く、イタリアオペラには滅多に登場しない魔法が、魔キマダンのいて、ヘンゼルとグレーテル、影のない女、バーグナーの著作と目白押しである。イタリアでナポリ派オペラが発展していた17世紀半ば、フランスではリューリにより、フランス語で歌われる独立した、フランスオペラの伝統が創始された。 この伝統は18世紀前半にはラモーに受け継がれ、豊かに発展した。18世紀中期になると、イタリアのオペラブッファの影響を受け、コミカルな内容を中心とし、レチタティーボの代わりに語りを持ったオペラコミックが登場し、次第に人気を集めるようになる。1752年に、イタリアから来たオペラ団が、パリで、ペルゴレージの、奥様女中を上演すると、 ラモーに代表される伝統的フランスオペラとイタリアのオペラブッファやその影響で生まれたオペラコミックのどちらが優れているかに関して知識人たちの間で大いに論争となったことがあったがこれは部分論争と呼ばれるこの論争の後オペラコミックはますます人気を高めるがこの論争でハンラモーの代表的存在だった思想家としても有名なルソーは 村の占い師というオペラコミックを書いて、自らのオペラ思想を世に問うた。1773年に、ドイツ出身で、ウィーンで活躍していたグルックがパリにやってきて、彼のオペラ改革をフランスオペラに持ち込むと、今度は、旧来のイタリアオペラを支持し、イタリアのピッチンに応用した、ピッチンニ派と、グルックの新式オペラを支持するグルック派の間で、 部分論争以上の激しい争いが起き、時に武力構想にまで発展したと言われている。やがて18世紀後期になると、オペラコミックは、フランス革命期の社会的風潮の影響を受けてか、悲劇的なものよりも、英雄的で雄大な内容を持つものに変化し、伝統的なオペラとの違いは、単にレチタティーボのある、ナシュ程度になってゆく。革命オペラ、恐怖オペラ、 救出オペラなどとも呼ばれることのある、このようなオペラコミックの代表者には、ゴセック、メユール、イタリア出身のケルビーニなどがいる。また、ドイツのオペラであるが、ベートーベイのピデリオも、この救出オペラの一種である。後期のグルックがパリで活動したせいもあり、これらのオペラコミックを含めて18世紀後期のフランスオペラは、グルックの オペラ改革の影響を強く受けている。ケルビーニと同じく、イタリア出身のスポンティーニはそうした、グルックの後を継ぐような、そしてより大規模なオペラセリアを書き、後のグランドオペラの先駆となった。19世紀前半になると、セリフによる語りのないフランスオペラは、語幕形式で、バレエを含む大規模な形式の、グランドオペラと呼ばれる様式となった。 代表的な作曲家はマイア・ベーヤである。バーグナーや、ベルディも、パリで自作を上演する際にはバレエを追加した。この様式の大家としては、マイア・ベーヤが人気を博し、悪魔のロベール、ユグノー教徒、預言者、アフリカの女など、今日でも上演される作品を残している。他には、ジャック・アレビの、ユダヤの女やベルリオーズの、トロイアの人々、アンブロワーズ、トマの。 ハムレット、カミー・ユ・サン・サーンスによる、サムソンとデリラと、ヘンリー・パッセイ、マスネの、エロディアードと、ルシッドなどがある。オペラコミックも19世紀前半は、流星を極め、ボワエルデューの、白衣の夫人、オベールの、フラディアボロ、聖堂の馬、黒いドミの王冠のダイヤモンド、エロルドの、ザンパー、プレオ・クレールといった、人気作が生み出された。オベールの、 マノン・レスコーなどの出現でオペラコミックが喜劇的ではなくなってしまったので新たな喜劇的オペラを望むパリ民衆の要望に応えてより大衆的な通俗性や社会風刺、人気作のパロディーなどを持ったオペレッタが生まれた。特にオッフェンバックの地獄のオルフェは国際的に爆発的な成功を収めた。その他美しきエレーヌ、青髭、 パリの生活、ジェロルスタン・女大公殿下、ラペリコール、盗賊など続々とヒット作を生み出した。オッフェンバックは、ヨハン・シュトラウス2世に、オペレッタの創作を進め、ウィンガー・オペレッタ誕生につながっていく。その後、オペラコミックの方でも、ビゼーの、カルメン、オッフェンバックの、ホフマン物語、シャブリエの、エトワール、イヤイヤながらの王様、 教育欠如などの傑作が生まれている。なお、マイアベーアとオッフェンバックはもともとドイツ人であるが、作品はあくまでパリを拠点にフランス語で書かれたため、フランスオペラとして扱われる。ただし、オッフェンバック作品は本人の生前からウィーン上演が好評を博したこともあり、死後はドイツ語役上演の方が多かった時期もあったが、21世紀に入ると、 マルク・ミンコフスキラによるフランス語上演も急速に盛り返し、もともと上演の盛んだったドイツ圏と合わせ活況を呈している。メッシタはフランスのリヨン国立オペラなどが上演に意欲的である。なお、キジケルンにはオッフェンバック歌劇場まで作られた。19世紀前半に圧倒的人気を誇ったグランドオペラもあらゆるオペラの命取りとも言うべき。 流行の変遷などから1850年頃により内面的な叙情性,性を持ったドラム離陸が現れる。グノーとトマがその代表である。典型的な例としてグノーはファウスト、トマにはミニョン、エルネスト・ショーソンのアルティュス王などがある。この他によく上演されるフランスのオペラ作品としてマスネのマノン、ウェルテル、タイス、ドン・キショット、シャルパンティエの ルイーズ・ドビュッシー、1862年。1918年の、ペレアスとメリザンド、モーリス・ラベルの、スペインの時、子供と、魔法、フランシス・プーランクの、カルメルハ修道女の対話などがある。19世紀ヨーロッパの音楽界では、ロッシーニが、セビリアの理髪師、アルゼのイタリア女、チェネレントラなどのオペラブッファを量産するなど、引き続きイタリアオペラが、 主流の座を占めた。ウィーンでもベートーベンは、ロッシーニの人気の足元にも及ばぬ状況であった。またオペラセリア様式の作品も、題材が、ギリシャ古典から、中世以降の時代に下っても、悲劇としては一貫しており、ドニゼッティの、アンナ・ボレーナ、マリア・ストゥアルダ、ランメルモールのルチアなどが知られる。ベッリーニもまた、心境と、ノルマ、 カプレーティ家とモンテッキ家などのセリアの作曲で知られる。もっとも、ドニゼッティは、ブッファの傑作、愛の妙薬でも有名であり、ロッシーにも、タンクレーディ、オテロ、古城の美人、セミラーミデといった、セリア作品や、泥棒かささぎといったセミセリア作品を呼び、ギオムテルでも評価を得ている。オペラの発展は、ドイツでは、バーグナー、イタリアではベルディによって、 19世紀に最も劇的な段階を迎えた。バーグナーは、通奏低音で伴奏される比較的小音量のレチタティーボに、フルオーケストラ伴奏によるアリアがところどころ挿入され、アリアの終了の度に、熱心な聴衆の拍手喝采により演奏が中断されるという伝統的なオペラの形式を拒んだ。代わって、レチタティボとアリアが混然一体となり、 また常にオーケストラにより伴奏されるという通して歌われる様式を導入した先駆者となった。さらにバーグナーはライトモティーフを大々的に使用した。ライトモティーフはかつてベーバーの使用例もあるが物語中の登場する登場人物、道具や概念などを音楽で描こうという音楽的な工夫である。例えばある人物が 舞台に登場するときや、舞台にいなくても他の登場人物がその人物について、触れるときに、その人物を表すライトモティーフを奏でることで、あたかも映像を見ているような描写的効果を得ている。バーグナーはまた、学劇と呼ばれる、独特のオペラで作品の大規模化ももたらした。最初の学劇である、トリスタンとイゾルでは、ただ単にオペラを革新したのみならず、 その革新的火星語法は、調整の崩壊へと道を開いた意味で、西洋音楽自然体から見ても、非常に重要な作品である。より重厚な響きを求めて、大変成化したオーケストラに歌唱が埋没せぬよう、聴衆が舞台のみに集中して鑑賞するように、バーグナーは、自分自身の作品を上演する専用の劇場を、必要とするに至り、 バイエルンをルートビヒ2世からの資金援助を受けて、オーケストラピットを舞台の元に押し込めるという得意な構造のバイロイト祝祭劇場を建設した。そこで上演されるニーベルングの指輪は、4つの楽劇の連作という巨大作品で4夜を費やして演奏される。通してみると、約15時間ほどになり、空前の大規模作品であった。 バーグナーの学劇の題材は、北欧神話や中世の物語を扱っており、その意味では、オペラセリアの延長線上にあるとも言える。中世ドイツのマイスターを題材にした、ニュルンベルクのマイスタージンガーは、唯一の喜劇的作品であるが、ロッシーニの喜劇に比べるとはるかに生真面目とも言える。ベルディは、 バーグナーのような音楽の革命家ではなかったが、オペラセリアの伝統的形式を継承発展させる形で作曲した。彼のオペラの登場人物は、まだ姿勢の一般人ではないが、神話的人物や女子史的英雄というわけでもなく、現代的なオペラセリアを再構築したということも、できる。彼は、初期の作品で、イタリア独立運動を支持する。 人々の愛国心を高揚させて、大いに支持を受けた。ついで、登場人物の人間性に鋭く迫って、劇的に表現する作風を確立し、音楽としても、ドラマとしても、完成度の高い中期の傑作群を創作した。1850年代に、彼の最も有名なオペラ3作品、リゴレット、イルトロバトーレ、椿姫を生み出した。 グランドオペラ風のアイーダとレクイエムを最後に一旦リタイアした後作曲家ボーイトラの勧めでサイド筆を取り晩年の傑作オテロ・ファルスタッフを残したベリーズモオペラはイタリアで発生したベリーズモ文芸運動がオペラに波及したものと見ることも自然主義文学のオペラへの影響と見ることもできるそこでは姿勢の人々の生活が病区 暴力といったアンブロム含む形で描写される。マスカーニのカバレリアルスティカーナはシチリアの小村における悲劇であり、ベリーズモオペラの初期の傑作である。またレオン・カバッロのドー師では、現実と仮想世界との区別のつかなくなったドー師カニオが舞台上で妻を殺してしまう。この傾向のオペラは1890年代から20世紀初頭にかけて、 多くの模倣、追随者を生んだ。19世紀終盤から20世紀初頭にかけて、ロマン派オペラは、ベルディ、バーグナーを受け継ぎ、最後の花を咲かせる。ドイツのリヒャルト・シュトラウスは、サロメ、エレクトラで大きな反響を得た。前者の感動を刺激する、色彩的な音楽は、賛否両論を生み、後者の大胆な火星は、伝統的な響きになれ、 それらを好む聴衆からは、猛反発を受けた。しかし、シュトラウスのオペラ作家としての地位は固まり、詩人ホフマン・スタールと共に、様々な新機軸を出した。後年、演熟した技巧的な作風の、バラの騎士、ナクソス島のアリアドネ、アラベラなどで、音楽的完成度と、大衆的な人気を共に確保して、モーツァルト・バーグナーと並ぶ。 ドイツの三大オペラ作曲家と呼ばれるようになった。しかし、晩年の作品はロマン派の最盛期を過ぎた、残照のような位置づけであることは否めない。他にドイツロマン派の最後を飾るオペラとしては、ヘンゼルとグレーテルで知られるフンパー・ディンクや、リハルト・バーグナーの息子、ジーク・フリート・バーグナーによる、メルヘン・オペラ、またそれ以外に、プフィッツナーの作品がある。また、 ドイツロマン派と近代のオペラの架け橋的存在として、ゼムリンスキー、シュレーカー、コルンゴルトがいるが、このうち、シュレーカーとコルンゴルトは、当時はシュトラウスに匹敵する人気を誇っていた。イタリアのジャコモ・プッチーには、ベリーズモ・オペラの影響を受けつつも、イタリアオペラの伝統に沿った作品を描いた。彼は、庶民的な題材と美しいメロディを程よくバランスさせ、 親しみやすい中にも完成度の高い作品群を作って人気を博した。出世作マノン・レスコーと続くラ・ボエームは好評を持って迎えられ彼の地位を確立した。トスカで頂点に立った後、蝶々夫人では歴史的な失敗を喫したが今日ではあらゆるオペラの中でも人気の高い作品として知られるようになった。アール・シュトラウスとプッチーには ロマン派のオペラの幕を引いたと言って良いが、後者はより印象主義的な語法が脳圧である。その後、演劇と音楽が協調してできたオペラの役割は、映画、あるいは今日ではテレビが担うことになる。ロシアの国民主義のオペラはグリンカにより創始され、ロシア5人組の作曲家たちによって、継承発展された。ムソルグスキーの、ボリスゴドゥノフ、ボロディンの、イーゴリコは名高い。 また、リムスキー・コルサコフは、キンケイサトコなど、多数の作品を残した。チャイコフスキーは、エフゲニー・オネーギンや、スペードの女王王で知られるが、バレエ音楽と共にむしろ、西洋風の作品と言える。20世紀に入ると、ショスタコービチが、ムツェンスク軍のマクベス夫人という近代オペラの、傑作に数えられる作品を生んだ。チェコでは19世紀後半に、 ワーグナーの強い影響を受けていたスメタナが国民主義オペラを書き、ドボルジャーク、ヤナーチェクがその流れを引き継いだ。スメタナは、売られた花嫁、リブシェが知られている。ドボルジャークは、ルサルカが有名だが、他にも多くのオペラを書いている。ヤナーチェクの、イェヌーファ、利口なメギツネの物語、死者の家からなどは、20世紀に入って完成された。 作品だけあって、より近代的な感覚のオペラとなっている。スペインでは、サルスエラとして知られる、民族音楽風味を取り入れた、独自様式のオペラが作られた。これは、フランスや、ドイツ・オーストリアのオペレッタに近い位置づけである。アルベニスや、ファリアも、作品を残している。フィガロの結婚、ドン・ジョバンニ、ドン・カルロ、セビリアの理髪師、カルメン、フィデリオ、パルジファル。 愛の妙薬と、早々たる人気オペラの舞台となってきた、スペインだが、自国からこれらに匹敵する、国際的人気作品は生み出していない。アメリカ合衆国でも、ようやく20世紀に入ってからガーシュウィン、メノッティラの活動により独自のオペラが、創作されていった。20世紀前半の先駆的なオペラは、当初は、バルトークの、青髭公の城やヒンデミットの、 殺人者、女たちの望みのような表現主義の傾向を持っていたが、第一次世界大戦が終了して、その影響が消え、平和な発展の時代を迎えると、新古典主義の台頭とともに、ドイツでは、ジジオペラというスタイルのオペラが起こった。表現主義オペラが、個人の内面的葛藤を中心に描くのに対し、ジジオペラは、現代の平凡な日常生活における、 人間関係を客観的に冷めた視点から以下の手法なども交えて描くもので、ジャズやカバレット、レビューといった当時の大衆音楽、芸能の要素も取り入れられ、従来のオペラというジャンルを超えるような面も持っていた。代表的な例の一つであるクルシェネクのジョニーは演奏するはウィーンで大ヒットし、他にバイルのマハゴニー氏の工房を三分オペラ、ヒンデミットの 行ったり来たり、今日のニュースなどがある。その後、時事オペラの流行が終わると、ヒンデミットは、画家、マティス、世界の調和という、より気真面目な内容のオペラを残している。また、ストラビンスキーは新古典主義時代に、夜ウグイス、エディプス王、放刀者の成り行きといったオペラを書いている。プロコフィエフは、亡命時代に新古典主義と、 斬新なモダニズムのスタイルによる三つのオレンジへの恋を書いたがソ連帰国後は社会主義リアリズム的傾向を持ったセミョンコトコや大規模な対策、戦争と平和を残している。いわゆる新ウィーン学派の作曲家のオペラには完成された作品としてはベルクのボツェック、シェーンベルクには期待、幸福な手、時事オペラの影響を受けた。 最初の十二音技法による、オペラ、今日から明日へがあるが、さらに、未完の作品である前者の、ルルや、後者の、モーゼとアロン等の無調、十二音技法のオペラが、戦後のドイツオペラの発展や、のみならず、イタリアのダッラピッコラや、ノーノラのオペラに与えた影響は計り知れない。今日から明日へ、は一幕物の作品であるが、大規模で、 本格的なオペラで12音技法による最初のものはクルシェネクのカール5世でこれは時々上演される第二次世界大戦後前衛の世代はオペラの創造に極度に禁欲的な姿勢で臨むことになるブーレイズやクセナキスなどの前衛作曲家は規模も大きく経済的事情と手間暇のかかるオペラというジャンルに否定的な姿勢を見せた その一方で、ハンスベルナー・ヘンツェは、鹿の王、若き貴族、バッカスの巫女たちなど、多くのオペラを描いている。ただし、彼のオペラ創作はあくまで同時代の音楽語法を、自由に用いつつ19世紀的作劇法によった、伝統的スタイルのオペラ、といったものであったため、現代音楽の愛好家よりも、伝統的なオペラの愛好家に受け入れられた。この 前衛の時代に書かれた最も重要なオペラの一つとしてベルント・アロイス・ツィン・マーマンの兵士たちが挙げられる。また、声楽家が積極的に現代音楽に関わるというキャシー、バーベリアンのようなケースも稀であった。しかし、徐々に無調などの現代声楽法に通じた歌手が登場してくる。そして、前衛の時代が終わり、前衛の世代に 経済的基盤ができたことを背景に、オペラという概念を、音楽劇、無ジークシアターという側面から、作曲家一人数とが個別に考える時代に入った。しかし、以前同様に、台本ありのオペラを書く、作曲家の層も厚く、両者の拮抗が21世紀に入っても続くと、見られている。近年でも、アンプ不可能な場合は、ボーカルスコアを読みながら、 舞台に立つ歌手も多く、この点に関しても賛否両論に割れている。近年のシュトックハウゼンは厳格にアンプを支持しているが、これは視覚的にも大きな効果を上げる一方、大量の練習時間を必要とし、肉体的疲労も大きい。オペラ創造をライフワークにするといった、シュトックハウゼンや松平よ明、ヘンツのような存在も世界中何名か見られる。 昔は、移動に時間がかかり自由に往来できなかったので、歌劇場と歌手が契約すると、その歌劇場で歌うのが原則だった。マーラーが、ウィーン国立歌劇場に登場した当時は、同じ演目の舞台で、歌手 A はイタリア語、歌手 B はドイツ語、歌手 C はフランス語で歌うで、歌う、といったことがまかり通っていた。スター歌手中心のオペラから、 マーラーはオペラそのものを活かす歌手の配役に改革していき、聴衆も彼を支持していった。マーラーは序曲を含むオペラ上演中の客席入場を禁じた。それまでの歌劇場は上流階級の社交場でドレスでロビーを彩って開演時間を過ぎて客席に着くことが多かった。マーラーは言語主義を導入していった。カラヤニー 字幕付き言語上演が主流になり、ジェット旅客機などの交通機関が発達すると、世界のトップ歌手は劇場専属になるより、有力な音楽エージェントと契約し、世界中の歌劇場にメインキャストで出演するために、ジェット機で飛び回るようになり、歌劇場のレパートリーシステムはほころびた。歌劇場専属は中堅歌手が主流になっている。 バイエルン国立歌劇場、ベルリンコーミッシェオーパービーナーオーパンバル現在、ドイツはカンパニーを持つ歌劇場だけで全国80カ所を要し、自転イタリアの3倍の上演数を誇る世界随一のオペラ大国である。しかも各歌劇場のカンパニーは大規模なものが多く、フランス、アメリカ、イギリスには各1カ所。 イタリアにも一桁の歌劇場にしかない四巻編成常備のフルオーケストラを30以上の歌劇場が用している。歌手たちは膨大な歌曲や宗教音楽を合わせてレパートリーとすることが多く、ドイツ県出身者にとどまらず、歴史的に縁の深い中央、東欧系、言語的に神話性の高い北欧、英米系のドイツ語歌手を多く育てている。バーグナー歌手として鳴らした。 レジーヌ・クレス・パン・ラ・フランス人のドイツオペラ歌手も少なく、なく、イタリア人もさすがにドイツオペラを得意とする人材は多くないものの、イタリアオペラ要員として対読する歌手が目立つ。いわば、ドイツ県は世界中のオペラ人材の集結地となっており、合唱団員や還元楽団員も含め日本人の滞在も少なくない。二十世紀以降は、このようにオペラ市場における、 ドイツの独占化が進んだこともあり、18世紀とは逆にメノッティ、シノーポリライタリア出身の作曲家がドイツ語オペラを執筆するケースも多くなっている。歌劇場の数はドイツに次ぎ、オペラ発祥の地の面目を保っているが、スタジオネシステム主流の国柄もあって、上演数は少なく、 管弦楽団や合唱団などカンパニーを全く持たない建物だけの施設も少なくない。特に財政難による経営不安定化が長年全土を覆っており、2015年にはローマ歌劇場が一旦専属社全員の解雇を発表するという衝撃的な事態も発生した。パリオペラガルニエフランスでは戦後しばらくは 政府の補助削減などで大きく低迷していた時期もあるが、現在はパリオペラ座やリヨン歌劇場などを中心にかなり活発な上演状況を呈している。フランスオペラが得意なのは当然としてイタリア、ドイツの両オペラ大国に等距離を保ち、どちらの作品でも違和感の少ない上演を行えるのが強みである。ただ、ドイツ人やイタリア人のようにフランス人、 オペラ歌手が、自国好みで、国際的に活躍することは難しく、ジェラールス・ゼー、レジーヌ・ヌクレス・パン、ナタリー・デ・セーラ、大歌手の多くはドイツ語歌唱にもたけている。言語的に神話性のある、イタリアオペラを中心に歌手を豊富に輩出しており、特に近年のテノール歌手においては、南米のスペイン語圏を合わせると、イタリア人を上回る勢いである。 スペインでの上演もマドリード王立劇場、リセウ大劇場などを中心にかなり盛んであり、南米でもブエノスワイレスのコロン劇場などは建物の豪華さで有名である。ただし、ファリア作品やサルスエラなどのスペイン語オペラは諸外国で浸透しているとは言い難い。ロイヤルオペラハウスは長い歴史を持ちよく知られている存在である。英語によるオペラ上演は、 この言語の世界に占める勢力とは比べ物にならないほど極小な状態だが、イングリッシュナショナルオペラは英語による、薬師上演主義を貫いている。メトロポリタン歌劇場内部ロバート・ターンブル、世界のオペラハウスによると、アメリカ合衆国で常設歌劇場としての公演回数が記されているのは、メトロポリタン歌劇場、ニューヨークシティ・オペラ、シカゴリリック・オペラ、 サンフランシスコオペラの4カ所程度であり、他は公演数が年間十数回と音楽祭程度の規模しか上演が行われておらず、人口規模や国土面積に比してオペラ需要は盛んとは言えない。このうちニューヨークシティオペラは2014年に一度破産し、その後は校舎のカテゴリーに属する状態としてしか活動再開できていない。メトロポリタン歌劇場は 舞台装置と歌手の顔ぶれの豪華さにより、欧州トップクラスの歌劇場にごする存在感を示している。日本における最も古いオペラ上演としては、江戸時代の1820年に、長崎の出島で、エジーディオ・ロムワルド・ドゥーニのフランス語、オペラ・コミック、二人の漁師とミルク売り娘が、オランダ人によって上演された記録がある。明治時代に入り、 1875年、アジアツアーをしていたマリア・パルミエリと妹のアリスペル・シアーニが日本に立ち寄り、横浜のゲーテザで9月13日から10月7日にかけて4回、東京では、放来社高学料小学館、皇居、第一国立銀行、浜御殿で衣装と演技付きのオペラ歌唱コンサートを行った。同1875年には、 アルト歌手のダーリア・レオーノバも来日している。レオーノバの公演は10月29日と11月10日に横浜町会所で催された。舞台演出を伴った歌劇としてのオペラ上演は1894年11月24日に東京音楽学校総学堂でオーストリア・ハンガリー大使館職員によりファウスト大ヒット幕が上演され、 これが現在日本で行われているオペラの原点となった。還元学は、宮内省学部、合唱は、音楽学校生であった。さらに1903年、東京音楽学校、東京帝国大学の教師らの指導のもとに、グルックの、オルフェウスが上演された。これは1902年に、東京音楽学校、東京帝大生が中心に結成した。 歌劇研究会が行った。ノエル・ペリー式、ピアノ伴奏、ケーベル、洋風の書き割りは、山本法水の式で門邸が描き、柴田玉木、吉川山岡が出演した。そして1911年3月1日に、開場した帝国劇場に8月25日歌劇部が併設され、ここで、オペラの小規模な上演が行われるようになった。 第一回公演は1912年2月、杉谷大水作誌、ユンケル作曲の熊野。注目すべきことに、この時代すでに日本人による創作オペラの作曲と上演が行われていた。この時代の日本人によるオペラには、陶技徹的の常闇ミや小松光介の羽衣等がある。トコの台本を書いた坪内商用は、 1904年に、侵落劇論を表し、その中で、バーグナーに対抗して、日本の古典演劇や舞踊を取り入れた、日本独自の国民楽劇の樹立を主張していた。帝劇オペラは、帝国劇場という名前ではありながら、国営ではなく、株式会社であったため、やがて財政難から上演の継続が困難となり、1916年5月に、 定劇洋劇部は解散となる。この時期に来日して洋劇部の指揮者を務めていたローシーは自腹を切ってオペレッタ劇場ローヤル館を開設運営。1916年10月1日天国と地獄を上演以下続々と幾歌劇を上演するも一年と持たずローシーは日本を去る。その後大正期から 当時随一の歓楽街であった東京、浅草で、浅草オペラとして知られる公演が行われるようになり、様々なオペラ劇団による公演が行われて、オペラの大衆化に貢献した。この浅草オペラも1923年の関東大震災による劇場の消失とともに衰退し、1925年には消滅した。著名な喜劇人の江本健一は、 浅草オペラにおいて活躍しており、彼のその後の音楽性にあふれた軽妙かつ活動的な芸風は、浅草オペラの経験によるものと評されている。1932年にヨーロッパで活躍していたテノール歌手の藤原義恵が帰国すると、藤原歌劇団の前身となる東京オペラカムパニーを設立し、ラ・ボエーム、リゴレット、トスカなどの本格的公演を行う。 1939年には藤原歌劇団となり、1942年にはローエングリンを上演している。藤原歌劇団はその後現在に至るまで盛んな活動を続けている。また、1940年には山田工作の代表作、黒船が初演されている。一方、長井花風はフランス留学時にオペラに審査したこともあり、 オペラを日本に積極的に紹介していたが、その成果として1939年、菅原明郎作曲によるオペラ、葛飾城和を創作している。第二次世界大戦後の1952年には、東京音楽学校の出身者たちによって2機会が設立され、以後、藤原歌劇団と共に、戦後の日本オペラの中心的存在として、 欧米の歌劇場に肩を並べるような本格的なオペラ上演の活動を展開していくことになる。また、2機会の設立と同じ1952年に、段クマのユーズルが初演され、以後日本の人気オペラとなり、上演が重ねられた。1956年に、第1回イタリア歌劇団公演が、NHK の招きで、東京宝塚劇場で公演された。 この公演は引っ越し公演ではなく、主要歌手や演出家などのスタッフのみが、イタリア人で、管弦楽団や、合唱や舞台美術は、日本人が、イタリア人に教えを受けるものだったが、海外渡航が難しく、縁の力が弱い時代に、本場のオペラを見ることで、日本のオペラの実力アップにつながった。当初オペラの劇場は、 日比谷公会堂を予定していたが、アイーダの巨大な舞台美術を置けないことから、東京宝塚劇場になった。その後、東京室内歌劇場、東京オペラプロデュースといったその他のオペラ団体も生まれたが、上記の2機会、藤原歌劇団を含め専用の劇場を持っている団体はない。1997年には日本で最初のオペラ専用の歌劇場である、 新国立劇場が誕生したが、専属のオーケストラや歌手、音楽監督は存在せず、専属の合唱団があるのみであった。2007年シーズンより、若杉博士が初代音楽監督に就任し、2008年2月22日の黒船プレミエで音楽監督としてデビューした。地方を含めた多くの都市には、地元のアマチュアの合唱団とプロのソリストや、 オーケストラが共演する市民オペラと呼ばれるものが存在し、特に地方では地元の民話などを題材にした新作オペラが上演されることもある。しかし各主要都市が歌劇場を持ち、それぞれに専属のプロの歌手、オーケストラ、合唱団、音楽監督が存在するヨーロッパの状況とはまだまだ大きな隔たりがあると言わざるを得ない。もっとも、 日本にはヨーロッパほど自国団体のオペラ上演に対する大きな需要があるわけではないという面も無視できない。日本の3倍近い人口を持つ米国も常設上歌劇場はわずかに3つであり、オペラの盛況は発祥の地であるヨーロッパに特有の現象と捉えることもできる。日本語によるオペラの発生法は確立されていないとする見解もある。日本語は 母音が多いため重症すると誰が何を言っているのか聞き取りにくく様々な時代の単語を取り込んだので同音異義語が多くまた欧米語のオペラでは一音符に一単語を当てられる場合もあるのに比べ意外は一文字が一音節となる日本語では一音符に一文字を当てる場合が多く歌える言葉が少なくなるという問題がある外国作品を日本人公演でも字幕付けで 言語上演するのは1980年代になって広まり、それまでの日本語公演にとって変わったとも言われている。以前は全てのオペラがドイツ語で上演されていたビーン、国立歌劇場でカラヤンが音楽監督に就任してから言語上演が導入され、その後、上演国の言語ではなく言語での上演が欧州全体に広がって以降、オペラの言語上演は、 世界的な傾向でもある。また近年では、日本語の正しい発声のあるものを加工して実践する、というやり方ではなく、そうかといって、正しいオペラの発声のあるものを無視した、悪い声というわけでもなく、日本語が明瞭で生き生きしていたと評される、日本語公演の例もあり、日本語オペラの発声法のような独特の発声法を、 確立するという発想とは異なる視点も生まれている。2002年、小沢誠二が、ウィーン国立歌劇場の音楽監督になったが、歌詞に、ウィーンあまり、イタリア語なまりの出てくるリハルト・シュトラウスの、バラの騎士で、そうしたなまりが聞き取れず、また別の機会に、この年になってこんなに勉強できるのは、嬉しいと語ったが、ウィーン人にとっては、 音楽監督とは彼から学び引っ張っていってもらいたい存在であるところに日本語を母語とする現在の日本人の限界があると野村三郎は述べている2016年2月小沢誠二が斉藤記念オーケストラを指揮したラベルの子供と魔法を収めたアルバムがグラミー賞最優秀オペラ録音賞を受賞した歌劇場日本国内の主要な歌劇場 歌劇場世界の主要な歌劇場、または歌劇場の一覧を参照オペラの上演に関しては、しばしば、かつては歌手の時代であり、次に指揮者の時代となり、現在は演出家の時代である、と言われることがある。近年は原作の音楽や設定を完全に無視、または生かした、人によっては奇抜とさえ感じられるような斬新な演出も増えており、これについては、 賛否両論がある。特に上演数が多いドイツ圏では、保守的な演出の繰り返しでは観客を引きつけられないという事情もあってか斬新な演出が多く、それに比較すると英米の方がオーソドックスな演出が多い。レコードの発明はオペラの世界にも変革をもたらした。当初は録音時間の制約が大きかったため、 代表的なアリアや序曲が独立して録音、発売されることが多く、エンリコ・カルーソーなどは20世紀初頭に一世を風靡した歌手である。一方では数枚組のセット用に全曲をスタジオ録音する試みも始まっており、1907年のコウモリと同ケ氏が世界初のオペラ全曲録音と言われる。この頃は、 録音環境の問題からオーケストラなどは極度に人数省略されていたが、そうした状況は徐々に改善。やがて劇場公演の実況録音なども開始されたが、やはり音質のいいスタジオセッションの方が長らく主流を占め、優れた録音効果などによって耳で聞くオペラという鑑賞ジャンルを打ち立てることになる。1950年代後半からは、 ステレオ化したスタジオ録音に対し、実況は、部分的には1970年代にまで、モノラル録音が残っており、ノイズ処理や解像度の点で大きく立ち遅れていた。ただし、これは、制作会社や、環境のばらつきが非常に大きく、スタジオでもモノラルが主流だった1955年に、バイロイト音楽祭、ニーベルングの指輪の実況が、ステレオ録音で試みられており、 近年日の目を浴びて大きな反響を呼んだ。1980年代頃から実況録音の音質が向上すると、スタジオセッションは次第に減少し始め、映像ソフトの普及に伴って、さらに激減、21世紀に入ると滅多に行われなくなってしまった。映像へのシフトは実況録音版も減少させ、一時は、 年間100点前後に及んでいたオペラ全曲録音版の国内新譜は2010年代においては年に数点というありさまである。映像におけるオペラはまず劇場用映画として登場。プレスコで収録された音声に合わせて歌手の口パク演技を撮影する方式でこのやり方は今日までオペラ映画として存続している。 舞台の枠組みにとらわれず、自由に野外ロケや特殊撮影などを織り込めるのが特徴である。音質、画質の面でも有利である。公演に映画カメラを持ち込んでの実況収録も1950年代から始まっているが、当初は撮影時の機械音やズームレンズの未発達、フィルムの感度が悪いなどの問題があり、例えば1960年制作の バラの騎士などでは、音声のみ実況で収録、映像は終演後に、無人の劇場で口パクで撮り直すことによって、照明やカメラ位置の自由を確保するという、疑似実況方式を採用している。今日では、カメラの性能が向上したためこの方式は見られなく、なったが、一部分のみ映像を撮り直したり、ゲネプロ収録と組み合わせたりするケースはある。また、 ゲネプロ収録及びプレスコの併用だが、舞台のフレームを一切画面に映さないため、実質的に映画となっているケースも存在する。1980年代頃からの実況映像は、ビデオカメラに、1990年代からはさらに、ハイビジョン方式に切り替わっていった。現在では、映画カメラによる、ライブ撮影は、ほとんど見られない。テレビ、 ビデオ再生装置の普及と映像技術の進歩はオペラの映像収録を飛躍的に増加させた。今日ではかつてのレコード CD 全曲版に代わってビデオディスクがオペラのパッケージとして主流を占めている。オペラと名の付くものは礼服関係においても多数あり、オペラハット、オペラクローク、オペラケープ、オペラコート、オペラグローブ、 オペラグラス、などがある。ありがとうございます。